九段。はい、来ました九段、ゲッチュいたしました。可愛いようなキモいようなキモカワっていうやつか。あ、いたいたいた、なんかいた。待て待て待て、お前逃がさないバカだれお前。はい、皆さんどうもピーマンです。というわけで今回キークエスト実況していきます。実況するキークエストは妖怪の呪いを解くキークエストになりますね。発見九段、そして発見人形、そして発見カッパ、この3匹のね妖怪の呪い解いていきたいと思います。じゃあまず発見九段いきましょうか。こちらはケマモト村の一徳寺のどこかで九段が石になってるらしい。じゃあ一徳寺向かいましょうか。そもそも九段って何？九段って聞いたことねえな。そんな妖怪いんのか？名前おかしいだろ、おめえ。あ、おじいちゃんいるね。これ、おじいちゃん話しかけてみようか。何？珍しい石を探しとるって？おお、だったら九段石はどうじゃ？九段石、あ、あったね。じじい知ってんのか教えてみろ。ああ、わしが子供の頃からこの寺にある牛みたいな形をしたに、形をした石じゃ。牛みたいなね。もしかしたらその石、九段かもしれませんね。じゃがチーッと来るのが遅かったの。その石は今ここにはないんじゃ。 What？ おじちゃん、おじちゃんなぜ、どういうことだ。罰当たりなバカ者がここが持ち出していきおったんじゃ。誰だ、許さんバカだれ、ぶち殺してやる。申し訳ない。いや、場所は分かっとる。見つけてくれた方から連絡があっての。最近桜ニュータンできた桜エクセレントツリーという高い塔じゃん。なんでそんなところに。 Why？わからん。その謎が解けずにみんな頭を抱えておるんじゃ。あそこまで運ぶのも一苦労じゃろうに。また困ったいたずらじゃい。困るわ。高い塔は桜木駅の近くにあるそうじゃ。電車でも使ったんかの。ピーマン君、手がかりです。桜エクセレントツリーへ行きましょう。行ったことない場所ですねこれ。じゃあ行こう行こう行こう。雲海鏡を使ってまずは桜ニュータウンに行くのかな。はい、桜エクセレントツリーにやってまいりました。さて行こうか。こんなとこあったんだね、気がつかなかった。おお、でかいでかいでかい、ものすごくでかいね。雲海鏡発見、目を覚ましていただきましょう。いちいち電車に乗ってくるのもめんどくさいですしね。うん、ワープしねえよ。今から中に入るんだお前、来たばっかだこの野郎。さて入ってきたぞ。あ、いるね。これに話しかけたらいいのか。エレベーター点検中のようだ。あら、作業員に話しかけられないな。オッケー、これでいいか。作業員、え、上の階の展望台に行きたいって。あー、ダメダメ、今このエレベーターは点検中なんだからさ。それっていつ頃終わるんですか。うん、どうだろう。え、実はこの3つのエレベーターのどれから、点検すれば早く終わるか迷っててさ。左から手をつけるべきか、それとも右か、はたまた真ん中か、早くしろ。時間がないんだよ。こら、ちょっと取りつかれてるね。おかしいよね。妖怪ウォッチで少し調べてみようよ。バカタレイ、どの妖怪のせいだ。許さんぞ、バカ野郎。姿見せろ、この野郎。オッケーオッケー。あ、いるね。早速いた。どこだ？これか。なんかいる。なんかちょっとでかいよ、これ。でかい、尻尾振ってるし。妖怪を見つけた。なんかものすごくでかい妖怪ですが、話しかけていこう。保留、あ、ドラゴンだ。おやおや、見つかってしまったか。ウィスパー、こいつってなんていう妖怪？え、ちょっとお待ちは、あれですよ、あれあれ。そう、この妖怪は保留。何事もすぐに決断できず、保留、先送りしてしまう竜の妖怪です。どえらいやっちゃな、こいつ。許さんぞ。妖怪不祥事案件で言うところの、夏休み宿題するのを保留にしていたら、最後の日を恐ろしいことに。うん、正解というか、不正解というか、今は答えられんの。とりあえず保留で。うわ、腹立つわ、こいつ。ちょっとあんた、人様のご迷惑なんだから、さっさとお道をあげなさいよ。考えてこい。でも今はとりあえず保留で。うわぁ、イライラが、イライラが、やばいね。力ずくで。はい、来ました。保留倒していきましょう。なかなか腹の立つ妖怪だ。一匹のみですか？あ、なんか強そうだね。なんか強そうだよ、この妖怪。ちょっとね、妖怪ウォッチゼロ式を手に入れたんで、これ G 技使っていきましょうよ。行こう行こう、G バーニャン見せてみろ、お前の必殺技を。ガッ！ OK、いいぞ。これ、ついてみようか。行こう。
どこだ、グヘグヘ、あ、ものすごくついてる、かわいそうになってきたわ。オッケーオッケーオッケー、ナイス成功、お金プラス22円。嘘、金手に入んのか。さて行こう、みんなどうした、これまたつつけ、もうつつけないのね。オッケーオッケー、で普通の妖怪ウォッチに切り替えて必殺技使っていこうか。保留結構強いね、防御力高い。行こう。あー、まだ半分以上、半分ちょっと残ってんのか。吹雪の術、わー結構強い。行こうみんな、こっちで行こう。あ、なんか来た、なんか来た来た来た、取らないと取らないと、取りたい。オープンシャ行こう、激おこプンプン切り、ゲッチュいただきました。では倒せれば、あと少し、あと少し、行こう行こう行こう、あと少しだよー。よしよしよし、あ、まずいまずい、ジバニャンジバニャン、イエース、無事勝利いたしました。保留結構防御力が高いのかな、体力が多いのか分かりませんが、なかなか倒せなかったね。はい、無事勝利。いいね、レベルアップ、これで妖怪に会えるかな。うん、保留も倒したことですし、エレベーターが進むかな。点検、あ、そういうのはもう終わってるよ。早い、作業員仕事早すぎ。点検してみると意外と簡単な作業でね、ほんとどのエレベーターが点検するか悩んでいたのがバカみたいだよ。それはそうじゃ、あいつのせいだ、あいつのせいだ。うん、さて上の階に行きましょうか。これまた戦いにならないよね、回復させておいた方がいいかな。おお、エレベーター乗ってますね。後ろのちょっと家族気になるな、話しかけれないの、俺も混ぜてもらいたいな。はい、上の階にやってまいりました。お、謎の妖怪の反応があるが今はいいでしょう。あ、いたいたいた、なんでこんなとこいるんだ、端っこにいますね、なんでこんなとこいるの。ふう、ここは私にお任せあれ、石が溶ける、ドゥドゥドゥ、行こう、これで溶けるか、かけてるね、かけてるね。あ、来た来た来た、溶けた溶けた、なんだこいつ、九段の呪いが解け、元の姿戻った、顔が面白いな。おほん、これが石化時計るの実力です。あ、近づいてきた、なんかちょっと怖いよ九段、もう君たちが来るのをずっと待ってた、もう待っていた、どういうこと、知ってたの、僕には予知能力があるから君たちが来ることも知ってたんだ、もう、あ、そうなの、ここまで来たのは慶三を助けるためだ、もう、うん、おお、話が早いね、素晴らしい予知能力。九段、はい、来ました、九段ゲッチュいたしました。かわいいような、キモいような、キモカワっていうやつか、あー、なんとも言えないね。はい、また一つ妖怪とお友達になりましたね。お、妖怪大辞典の封印も一つ解かれた、これでまた一つレジェンド妖怪に近づきましたよ。しかし、なぜ九段は獣本村からこんなとこまで運ばれてきた、それが謎だよね、なんででしょうか。もう何を言ってるも、ここには自分で来たんだもん、嘘んでしょ。九段、君はどうやって来たんだ。え、この塔のこと、コマさんっていう旅の妖怪か教えてもらってきたんだもん。コマさん、旅の妖怪コマさん来たね。桜ニュータウンの町には門芸高い塔があるずらって、いや、でも九段は呪いで維新されてるんじゃなかったにゃん。うん、でも近頃は呪いも溶けてきて、少しの間なら自由に動けたんだもん。あ、なんだ、自分で動いてここまでやってきたのか、なんか妖怪の仕業かなって思ったんだけどね。休むついでにここで待っていたんだもん。それじゃあ僕の地下がいるときはいつでも呼んでくれだもん。イエス、コマさんといつ会えるんだろうね、そこ気になるね。コマさん絶対出てくると思うんで。はい、無事発見、九段バッチリ解決、3匹目の、呪い解きましたね、妖怪の。うん、イエース、経験値も300。アイテムは何なんだ、アイテムは、え、大経験値玉と銀の苔、いやいや、もう大経験値玉でしょ、当然だわ、こっちだわ。
そしてボーナスチャンス、何が当たる、頼む、当たってくれ。おお、どうだ、ドヤ顔、イエース、よく粘ってくれた。あれ飛ばされたら外れになるんだね。当たりましたね。身代わり人形手に入れましたよ。超ドヤ顔でこっち見てるね。じゃあ、4匹目の妖怪、人魚の、呪い解いていきましょうか。人魚はね、どこにいる？ケマモト村の分校のどこかに人魚のお友達妖怪がいるらしい。行ってみようか。またケマモト村戻らなきゃダメですが、これはもうね、雲外境があるので、すぐ戻れるんでね。すぐ行きましょう。分校にやってまいりました。なんか旗出てるね。どこにいるんだ？フーニャンから預かった牛乳の瓶の蓋のメモによると、この学校には人魚の手がかりがあるみたいですね。人魚、学校に、人魚は海にいるんじゃないの？確かに疑問だね。それがここには人魚本人ではなく、そのお友達妖怪。人魚の妖怪友達、お友達妖怪はここにいる。どんな友達だろうな。少し校内を回って探してみましょうか。オッケーオッケー、探していこう。これ分校の中に入るんですね。こっから入る。オッケー。さて、お、早速いた？むむむ、私妖怪室としての勘がこの辺りが怪しいと言ってます。本当にここトイレだよ。あ、トイレの花子さんか。ちょっと入るの気まずいな。入りまーす。トイレ中入らせていただきます。ここか、どこだ。妖怪で調べようか。レンズで調べて。中か。あ、いたね。見ていこう。なんかでかくない？これなんかでかいよね。何、妖怪を見つけた。なんかはみ出してる。こいつは何なんだ。話しかけていこう。花子さん来ましたね。やっぱ花子さんだったか。はーい、花子さんでーす。なんかちょっとテンション高くない？嘘、本当にいた。ちょっと怖いよ。あなたが人魚のお友達ですね。人魚がどこにいるか知りませんか？教えてほしかったら私と遊びましょう。え、校庭で待ってるね。ま、え、遊ぶの？鬼ごっこ？何すんの？いいよ、はしゃごうか。花子さんかわいいね。遊んでほしいらしいですね。じゃあ遊んでいきましょうか。花子さん、お、なんか妖怪めちゃくちゃいるじゃん。のがっぱに、これはなんだ、いろいろわからない妖怪が。さあ遊びましょう。私たち鬼ごっこで勝てたら人魚のお姉ちゃんのことを教えてあげる。花子さん、ピーマンに鬼ごっこで喧嘩を打ったこと後悔するがいい。俺は鬼ごっこでには自信があるんだ。1分以内に私たち5人全員を捕まえたらあなたの勝ち。この学校の中に入ったり校門から出たりしちゃダメ。それじゃあ鬼ごっこ始める。当然ですが花子さん、いいんですか？逆にいい？逆にいいの？ OK。ならばいいでしょう。行きましょう。1分以内に妖怪すべてを捕まえるというわけです。捕まえていきましょう。どん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 、カムカムカム。逃げてる妖怪、どこにいる？あ、いたいたいた、なんかいた。待て待て待て、お前逃がさないバカだれ、お前。のののの、意外に足早い。オッケー、キズナメコ、キャン、やだ、早い。一匹目捕まえた。さて、すぐいる。オッケー。土の子捕まえました。僕追いつくなんて君やるね。すぐ捕まえたったわ。さて、まだだ。あと3匹。ノガッパ発見、いきなり。そんな早すぎるっすよ。てめえが遅いんだ、この野郎。お前遅すぎだろうに。さて、残る妖怪どこにいる？あれ？ちょっと待て、いない。あ、いたいたいた。こいつ、かくれんぼじゃねえんだよ。ケマじゃねえよ。なに？名前、はてなはてなはてな。名前がわからない妖怪。名前くらい教えろや。ちょっと待て、これ、花子さんどこいるんだ？あ、いたいたいた。オッケーオッケーオッケー。あー、捕まっちゃった。はーい。無事5匹の妖怪捕まえました。隠れてるやつは論外だね。論外、このでかいクマ論外だわ。花子さんもね、逃げてくれ頼むから。かわいそうだったか、私、雲外郷に頼んで、なぎさき村の東にある海辺の洞穴に、人形姉ちゃんを運んであげたの。あそこは人形姉ちゃんのふるさとだったから。やりました、人魚の手がかりへと。ちょっと遠そうだね。なぎさき村。初めて行く場所だね。はい、来ましたね。なぎさきへやってまいりました。初めて来ますね。電車に揺られて早数分ですか。結構長かったね。さて、雲外郷がいますね。まずは目を覚ませ。おいおいおい。はい、これで雲外郷でワープできるようになりました。電車での移動はね、結構めんどくさいんでね。便利だ。さて、人魚がいるという場所に行ってみましょうか。どこにいるんだ、これ。
オーケー、凍結ありましたね。ワッツ、マジっすか、オーマイガー、ダメ、アウチ、マジか、申し訳ない。ピーマン、ウォッチログ、ウォッチランクまだ D ランクなので、どうやらウォッチランクを C にしないと入れないんですね、中に。あー、夜になっちゃったな、申し訳ない。じゃあ今回これにて実況の方を終了します。中途半端な形になってすまないね。次回の実況ではね、ウォッチランクを C にして、そしてね、この洞穴の中入っていきたいと思いますので、もしよかったら次回の実況を見てくださると嬉しいです。じゃあね、ご視聴の方ありがとうございました。また会いましょう。